何やってんだよ。テレビの話。あーそうだ、お前らさ、はい、あれ M1 グランプリ見た？そりゃ見ますよ、業界人として当然でしょ。すごかったっすね。そんな食いついたことない。見たというかですよ。え、はい、見たという見たというか、いたというか、なんかそのいた、はい、いたわけないよ、まあ、お前らいたっていうか、その客席にいたのあれ。客席とかじゃなくて、なんかそのなんかトロフィー持ったというか、そのいや、すごかったっす。何言って、お前忙しすぎたらおかしくなっちゃう。いや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 、その忙しいは忙しいです、本当に、うん、ありがたいことに。え、ありがたい、あの日からありがたい、あの日から、 M1 の日からありがたいことに忙しくはさせてもらって。 M1 のなんか取材で行ったりしてんの？あー、かなり受けました、その。え、受ける？取材を相当ありましたね、何十件も取材もあったりとか、すごかったっす。何言ってんだもん。ちょっとお前、いやいや、でもあれはやめてくんないか、うち。いやいや、そんな、だってでも M1 は本当レベル高かったよな、今回。あ、まあ確かにハイレベルはハイレベルだったな。めちゃめちゃ面白かったです。うん、めちゃめちゃ面白かったよな。やっぱりなんていうか、やっぱレベルの高さがいつもとやっぱ違う感じはしたよね。いや、なんか僕なんかは見てていいんだろうか。よかねえよ、バカ野郎。まだ満足に仕事もできてない僕が、勉強もせずにテレビを見てゲラゲラ笑う資格なんてあるんだろうか。ないんだよ、お前は。そうですよ。ないよ。そんなことを考えていましたら、うん、リモコンを持つ手が震えてしまいまして。だろ、うん、結局見てないんだろ、お前は。見ました。見たのか。いや、でもあれ最後に3組残ったじゃん、うんうん、ファイナルステージ、はいはい、あれ審査員ほんと大変だったと思う。あ、まあそうでしょうね。構図つけがたいっていうかね。あ、じゃあさ、ここでみんなでさ、誰が1位だったかさ、うん、誰がグランプリだったかっていうのさ、みんなでここで審査しようよ。おお、最終決勝みたいに。なるほど、ね、あっちのあの3組でな、あの3組じゃなくて、こっちでは誰が優勝か。はいはいはい、うん、それではじゃあ一人一人ね、はい、審査になって、それでは M1 グランプリ優勝者の発表です。ドロロ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 さやか。決まりました、さやか。さやか優勝。やっぱり実力が違ったよね。いや、もうあのファーストステージ腕が違う。ダンパスだったから。なんかあっちからもさやかの時拍手が来たのが一番腹立ったんですけど。お前が腹立つ。いやいや、ウエストランドですよ、優勝は。だから一応な、向こうテレ朝的にはな、うん、テレ朝的にはとかじゃなくて、お前以外全員さやか。そうです。確かにそのネットにはさやか優勝がなぜかトレンド入りはしてたんですけど、その直後に。終わった直後にさやか優勝がネットにトレンド入りしてた。それが真実だと思う。真実ではないですよ、言ってる人はいますけど。本当に優勝はウエストランドなんで。まあありきたりだったよね、なんかあんな低い人。私を信じて。絶対に成功させようね、絶対に成功させようね、絶対に成功させようね、イエー。たまに見んだ、あのウエストランドの漫才って、うん、で今までと違ってたとかあった、確かに、うんうんうん、なんか今までたあのちっちゃいなんて言ったっけ、あいつ井口だ、井口っつうのか、汚ねえ名前だよ。汚かないでしょ、名前はやめましょう。井口がこうなんか唐突になんか変な文句言ったり悪口言ったりさ、はい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 、よく分かんないついていけないとこだったけど、あれをこうあるなしクイズ、うん、あれでこうパッケージ化したっていうのさ、はい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 、ね、うんうん、あれ入りやすいんだよね、入りやすい、うんうん、あのよくあるから、もともと大谷にあって田中にないもの、はい、片玉みたいな、いいんだよそれ。ややこしい、ないもの。何ちょっとこっちでネタにしようとしてんの。でもあの形がね、いや、まあ、あんだけど、そう、あれがこう入りやすくて、うん、女性ファンもなんかこう入ってこれるとかさ、うんうんうん、そういう感じはあったよね、はいはいはい、だからそういうパッケージにしたのが良かった。それで、ね、正解で、あとやっぱね、順番も良かったよ、うんうん、あれこれその出順な、そうだ、最後まで全然引かれなくて、最後あの同じタイタンのキューとウエストランドが、うんうんうん、あれは同じ事務所なんだってな。そうなんだ、同じ事務所なんだ。あそこが最後まで残って、はいはいはい、どうなんだっつって、やっぱ9は9番目だ、うーんなんてなってて、で最後ですよ、あれ前もね、あれウエストランド10番目に行ってね、失敗してたんですよ、2020年もね、そうダメだったのよ。それで、うん、で10番目で行ったでしょ、うん、それで
受けたじゃん、うん、受けた。だからあれ結局連続で見たような感じになった、うん、そうなんで、その後最後のファイナルステージもあれ3番あの一番最初だったから、うんうんうん、3位だったからね。だから10から3、そう、ね、だから続けたのよ、続けたの、そうなんだ、繋がったんだよね、繋がったのよ、はいはいはい、あれが良かったんで、改めましてって言ったところが、うんうん、なんか笑いが起きてきた、あれが良かった、あれが良かった、そう、あとコンプライアンスの厳しい時代だからこそ逆に目立ちましたよね。だから俺こういうさ分析すんのはさ一番嫌なんだよね。こうね、だいだいさ、こういうの、お前そういうの文句言ってたじゃん。いやいや、さうざいファンがさ、あの笑い分析でやめてくれーみたいな言ってたじゃん。いやでも言わないのあれ。いや、こういう分析だったらどんどん、え、他どこが良かったとかあります。いやいや言ってたじゃん。いや、フライヤーやめてくれー。フライヤーは関係ない。そういうやつもいるか、やめてくれー。フライヤー関係ない。瓦礫の前でパジャマで立つのはやめてくれー。そんな感じだよ。あの言わないのあれ。いやいやいや、こんなにいい楽しい分析だったらね、どんどんした方がいいですからね。でもあの井口ってやつはな、こういうの嫌うからな。いやいや、そうは言ってないと思う。そこが受けたからね、やっぱね。いやいやいや、でもこう、そういうことじゃないと思いますよ、うん、当然分かった風な口でネタのなんかダメ出しとか、うん、これが良くないだろっていうのは嫌かもしれないですけど、こういう実はここが良かったんだっていう話はどんどんしてった方がいいことになるんですよ。何を言ってんだよね。いや多分これも今すごい、うん、多分見られてますから、この会議も、この会議も多分注目度高いんですよ。いや、この会議はいやいや、この会議は公開じゃないの。でも M1 終わってから初の会議じゃないですか。M1 とかじゃなくて関係ないから。関係ないから。いや、でもワイドショーだから。でも初の会議なんで、やっぱその、うん、まあ、みんな注目するでしょ。まあでも確かに M1 は注目度高いじゃん、毎年。注目度は高いね。だからさ、やっぱさ、うん、うちもなんとかこうね、そこ乗った方がいいんじゃないの。いや、ウエストランドでも今あれだろう、忙しいだろあいつら。来てくんねえかな。ちょっと呼べたらいいけどね、この番組。あの大丈夫です、もうオファーしてやります。早いね、仕事は。本当に、はい、あのもうすぐ来ると思いますよ。いやいや、ちょっと幸せに呼んであるんで。ちょっと待って、はい、いや無理ですよ、無理ですよ。何、ウエストランドがここに来るんですか。ウエストランド呼んだでしょ。呼びました、呼びました。どうやるんですか。え、どうやるどうするんですか。川田製作の悪口なんですよ。ああ、川田製作の悪口じゃないですか。ってなるとウエストランドは来ないですよ。いや、来るんだ、呼んだんだ。何お前、スーパーマンみたいなこと言ってんじゃない。いやいや、だから どうするんですか。どうなってんですかこれ。いや、だって呼んだんだろ、もう。せやで。なんで急に関西弁で。せやで。いやいや、呼んだ、呼びましたから。いやいや、無理ですよ、だって。無理じゃない。失礼します。あ、おはようございます。ウエストランド河本です。ウエストランドさん、いらっしゃいました。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ダントツでした。面白かったですよ。やっぱ河本さんがね、すごいやっぱり持ってるんだよ、ね。いやいや、持ってないです。ありがとうございます。オーラがありますよ。いや、ないでしょ。河本君、今日一人だけなの。あ、そうです。もう一人の人はダメだったの。なんかちょっとギャラ的に制作費とちょっと ね、こうなってるんで、先生払えないんで、ちょっとあのじゃない方はもう出ない。じゃない方、いやいや、こいつだよ、じゃない。じゃない方はいいよ。いや、こいつですよ、じゃない方。いやいや、ちょっと失礼。何言ってんの。コウモトさんだよ。M1 チャンピオンだよ。お前違いますよ、こいつは。いやいや、チャンピオンだよね。すいません、はい、違いますよ。違いますよ。なんで失礼なこと言うの。そうそうそう、この人がいたから面白かったんだから。いや、誰でもできますよ。いや、むしろあのチビの方が誰でもできる。そんなことはない。あっちが大変なんですから。え、あっちが大変なんです。考えてもいるし、何にも考え、何で泣いてんだよ、何にもしないやつ。綺麗な感動しました、あの綺麗な涙。綺麗な涙ね。腹立つし、やっぱ込み上げてきましたね。込み上げて、なんで込み上げてくる。やっぱ今までの苦労って。そうですね。何が込み上げてんだよ、こいつに。大変だったでしょ、こいつとか。いやいや、失礼だよ。なんだ、あんな綺麗な涙を流した人に何言ってんの。いや、ムカつくでしょ、みんな。何にも込み上げることなんかないんだ。お前さ、スタッフなんだから。いや、そうですけど、それをだってスターだよ。いや、そうです、ずっと。その態度はダメだよ。いや、難しくなっちゃってますよ、これ。何が難しいの。いやいや、悪口としてやっちゃってるから。で、こいつが出てきてなかったから、今まで。こいつとか言わない。こいつ、すいませんね、なんかチャンピオンに。いやいや、そのスタッフとしてここに来てなかったから、これができちゃってる。いやいや、ワイストランドの今、天下取った河本さん。いやいや、でもだからもうこれやりづらいっすよ、意味わかんないんで。こんなことチャンピオンに言うのはちょっと失礼かもしれないですけど、はい、まあ、もちろんあの信用はしてるんですよ、はい、ただあのちょっとこう、なんていうか、ネタ見せというか、はい、一応ここの場でちょっとやっていただけると。
たって。いや無理でしょ。いや、いいんすけど、その相方がいないとさすがに。あー、本当に何もできない。じゃない方ですよ。いや、じゃない方じゃなくて、こいつだけだったら本当に何もできないですよ。まああんなネタだったら俺できるから。大丈夫、できる。じゃない方だよ。じゃない方だよ。こっちはできるけど、じゃない方だったらできる。あれ誰でもできるわ。できないです。井口側がむずいんだから。井口側あんなんできるか。できない。一緒にやって。あ、はい。ちょ、ね、ネタチェックだけね。ネタチェックだけ。はい、どうもお願いします。ソランドです。よろしくお願いします。いきなりなんですけどね、はいはいはい、あるなしクイズってあるじゃないですか。あ、いいですね、あるなしクイズ。 あれのオリジナル考えたんですよ。あ、いいですね。私クイズ得意なんでね、ちょっと出してもらって。あ、じゃあまずね、うん、アイドルにはあるけど、うん、役者にはない。はい、わかりました。まだ1個目なんでね。はい、ローラースケート。はい、わかりました。アイドルはローラースケートを履いてるけど役者は履いてない。ローラースケートで決まり。これで決まりです。ローラースケート。はい、はい、わかりました。違います。違う。はい、バンダラ、バンダラ。アイドルはバンダラをつけてると、あの役者はつけてない。はい、バンダラ。はい、これで決まり。そんなことない。違います。光源氏限定じゃねえか、そのアイドル。光源氏だけだろ、それ通用するの。だってこんな感じじゃない。全然違いますよ。そんなんじゃないんじゃないの。そう、特定するやつ言っちゃダメですから、そんなに。いやいや、別に君は関係ないし。いやいや、あれはやっぱその誰か分かんない風にうまくいってるっていう、そのテクニックというか。そういうのがあるんで、そのやっぱこういう感じでやっちゃうと。なんかな。でもあんな感じだったよ。あんな感じ、あんな感じ。じゃあ、いやいや、僕やりましょうか、もうそれだったら。こういう素人が一番ダメ。一番ダメなの、それは。できると思うと学生乗りじゃないんだよ。いやいやいや、わかる。プロも世界の。いやいや、あります。そうですよ。なんかいます。確かにあの後ツイッターとかでなんかあるなしクイズ載せてる人いましたけど、それと僕は違うんで。いや、同じだ。同じ。僕は。俺は本当にできます。できると思ってよ、バカ。僕は本当にできます。バカ。できます。できる。できます。作りました。作りました。作りました。作ったじゃない。作りましたわけないだろ。作りました。あれ僕が作ったんでできます。本当ダメよ。あんまりその芸人さんの前でリズムが崩れちゃうから。ないんすよ、こいつのリズムなんて。いや、素人と絡むと、さすがに舐めないでほしい。いやいや、そうですよね、こうさすがにちょっと上がってちょっと失礼。何をしてんの。なんであんなのに。なんでなんで舐めないでほしい。なんでこいつ言い出したの。なんなんすか、タレントさんだよ、お前。なんでさすがに舐めないでほしい。大手事務所の。そう、大手事務所のタレントさんだよ。事務所はね、なんかそうかもしんないですけど、いや、なんも、こいつなんもしない、威張ってるだけですよ。ちょっと嫌ですよね。いやいや、さすがにちょっとね、あの素人さんとは違うんで。こいつだからそういう、難しいんだよ。お笑いファンにね、できるわけはないですね。何にもしないでこいつチャンピオンもできやがって。いや、結構多いんですよね、あそこは俺でもできるみたいな。なんでこいつ、なんでこいつ、ダメダメダメ。タレントすみませんね、僕は大丈夫。ほんとすみません、はい、よく言われられてる。何にもできないからここにもいなかったし、うん、何にもできないよ、言って。なんかできたらもういたし、知るわけないんですよ。ここはテレビの制作会社、 M1 チャンピオンのこんな制作会社いるわけないんですよ。チャンピオンというか、その初期の段階から僕はいました、僕はいましたよ。お前はお前だから、ディレクター志望でしょ。そうですけど、なりたくて来たんでしょ。だから本当はできないからいなかったんだから、ここにも。いやいや、ちょっと小松さんすみませんね。あ、いやいや、僕はもう全然言われ慣れてるんで。言われない。できますよ、はい、こういうテレビスタッフどう思います。いや、ちょっとさすがに度が過ぎてますよね、その、そんな、まあ、僕でもできるみたいなこと言って。なんでこいつお前何もしてないくせによ。いやいや、違うことに展開させる。これなんす、何をやってんだ。違うことに。分かったでしょ、何回振ったんだよ。分かったでしょ、何にもできないんですよ。何にもできないんですよ。ちょっとお前できるってわけない。できます、できます。ちょっとやってできますから。できんの、ちゃんと見といてください。いや、これないよ、ね、今やったほうがいいんだよ、今。やったほうがいいんですよ、何正直。何でどうしたんだよ、正直。今これやったほうがいい、サムネとかで。サムネって何。一応ここ並んで立つんで、それを撮ってもらって、あのそれをサムネで使ってもらって。M1 もうどうかしちゃったんじゃないの、こいつ。いや、まあ今、あんた座っときや、うん、急に何なんだよ。いや、今はやっぱそれ出していかないと。出してくって何が。いや、結構変わってくると思いますよ、その。変わってくる、何が。注目、その会議の注目度というか。会議や注目されたくないですか、秘密にやってる。いやいや、でもやっぱその、ね、今これだから早めにした方がいいですよね、その順番変えてでも。いやいや、何のこ急に何。いやいや、そのすぐに、やっぱこれほとぼりが冷める前にすぐに今の年内にこれだから早めに。ほとぼりが冷める M1 の。小野さん、こういうスタッフどう思いますか。いや、さすがに度が過ぎてさあ、何も泣きないですから。こいつに振らないでください。
こいつに振らないでください、もう何もできない。じゃあちょっとやってもらおうか。ちょっとじゃあ、本当ちょっと失礼ないようにね。いやいや完璧にできますから、だって教えてんだから僕が。何なんだあいつね。え、どうもウエストランドです、お願いします。頑張っていきましょう。ビーッ、いや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 、ビーッ、いやいや、出囃子はいい、なんで初めてからなんですか出囃子が。頑張っていきましょう。いきなりですけどね、あのオリジナルのね、あるなしクイズ考えたの。あ、クイズ得意なんで出してみてください。じゃあまずね、 YouTuber にはあるけどタレントにはない。 YouTuber にはあるけどタレントにはない。はい、わかりました。いやまだ1個目なんでね。分かったから、いいしょ。やっぱりうざい、さすがにうざい、結局うざい。なんか出てきた当初はいけすかない連中だなみたいな感じで、数年経ってこれはこれで認めなきゃなみたいな風潮あるけど、やっぱりうざい、さすがに見てらんない。再生数に取りつかれておかしくなってる。若くして大金を得てるからまともではない。それが明るみに出始めている。警察に捕まり始めてる。警察に捕まり始めてる。警察に捕まり始めている。違います。金の盾を持ってる奴はいずれ全員警察に捕まる。警察に捕まり始めている。違います。これですよね。これですよ。ちょっと違うじゃん。なんかこんなネタじゃなかったよ、うん、なんか予習と全然違う。予習、山田邦子さんのやつでしょ。審査員の。おい、予習してくんなよ審査員に。来るとき。なんで一番つまんないと思われてたんだよ。これどうなんだ。いやいや、だってあんな警察とか言わないしね。言ってましたよ。言ってなかったよね。確かにね。え、どういう世界なんですかこれ。いや、わからない。これからどうします。あと僕はもう本人役で出たから、もうここには呼ばれない。おそらくそうです、はい、まあ、いろんなやり方あるから。まあこれが本当のアナザーストーリーです。おーおーじゃねえ、調子に乗ってんじゃねえよ。次回、津山市に新たなテーマパークイグチンランド開園。